各異性体転移とは、冷気された原子核に起こるガンマ線の放出を伴う放射性崩壊の形式の一種である。例えば核分裂や核融合、アルファ崩壊やベータ崩壊などの核反応の直後の原子核はエネルギーの高い冷気状態にあることがある。この冷気した原子核の持つ余分なエネルギーはガンマ線の放出によって解放され、 原子核はよりエネルギーの低い冷気状態、あるいはエネルギーが最低の規定状態へと戻る。この現象は冷気後、即時にガンマ線を放出するガンマ崩壊と同じであるが、冷気された状態を、ある程度の時間継続する、核異生態が関わるという点で、通常のガンマ崩壊と区別して、核異生態転移と呼ばれる。放出された。 ガンマ線は通常そのまま原子外に放射されるが、光電効果により、原子内の束縛電子にガンマ線のエネルギーを手にさせ、高エネルギー電子として原子から弾き出すこともある。これはまた、霊規格が原子核内部にも存在確率を有する S 核電子に霊規格のエネルギーを直接受け渡して放出する内部転換とも、 類似するが、どの束縛原子が放出されるかという点で、別のメカニズムであり混同するべきではない。ありがとうございます。